デモ隊拠点のズコッティ公園にて案内をする人でも3日目、ズコッティ公園を警備する警察官2011年10月1日に行われたデモの様子ウォール街を選挙せよとは2011年9月17日からアメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタン区のウォール街において発生したアメリカ経済界政界に対する一連の抗議運動を主催する団体名またはその合言葉である。 運動自体は半年以上続いたが、大規模なものは開始後、約2ヶ月ほどで沈静化している。2008年9月15日に、アメリカ合衆国の投資銀行であるリーマンブラザーズが連邦裁判所に連邦倒産法第11章の適用を申請し、リーマンショックが発生して以来、アメリカ合衆国だけでなく、世界中が世界金融危機の不景気にあえいできた。 特にアメリカの19歳から20代前半の若者の4割は職業がなく、それに対し有効な対策を打てないアメリカ合衆国連邦政府に対する不満がこのデモ呼びかけに賛同させたとされる。2010年末よりアラブの春と呼ばれる SNS を発端とする連鎖的な市民革命が中東各地で発生し、2011年5月にはスペインで後に インティングなどす運動と呼ばれる組織的かつ大規模な選挙デモが発生していた。2011年9月16日にはニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグがラジオ番組に出演し悪化する若者の雇用状況を放置すればカイロやマドリードと同様にニューヨークでも暴動が起きかねないと警告するなど溜まった不満の向かい先を心配する声が上がっていた。 アメリカ合衆国での収入分布の不平等を示すグラフ。資産の不平等と収入の不平等性は、占領デモの参加者たちの中心的な懸念である米、議会予算局のデータによると、1980年には上位1%が全収入の9.1%を稼いでいったのに対し、2006年にはその比率は18.8%まで増加している公式サイトでは、 ワシントン DC の議員に対し、金の影響力をなくすための委員会を設置するよう、バラク・オバマ大統領に対して要求しているものである。その他、デモ活動では、当初、以下のような主張が掲げられた。デモ参加者数が増えるに従って要求も、多様化し、高額の家賃や学費に対する批判、高い失業率や年金問題の改善要求、地球温暖化防止などが加わっていった。 We are the 99%は、ウォール街を占領せよの参加者たちのスローガンである。1970年代からアメリカ合衆国において、上位1%の富裕層が所有する資産が増加し続けている状況を表している。米議会予算局によると1979年から2007年の間に、アメリカの上位1%の収入は、平均すると275%増加した。 同じ期間に60%を占める中間所得層の収入の増加は40%に、下位20%の最低所得層では18%の増加に止まっている。1979年と比較して、下位90%を占める世帯の平均税引き前、収入は900ドル低下しているが、トップ1%の収入は、合衆国の税制が累進的でないため、 70万ドル以上増加している。1992年から2007年にかけて合衆国における高額所得者上位400名の収入はおよそ4倍上昇していながら平均税率は37%低下している。2007年において最も裕福な1%が合衆国のすべての資産の34.6%を所有しており、 次の19%の人口が50.5%を所有している。2011年7月、カナダの雑誌アドバスターズの創始者彼、ラースンが金融機関や政界に対して抗議の意思を表明するために、金融界の象徴といえるウォール街での更新や、ニューヨーク証券取引所前での座り込みなどを行い、ウォール街を数ヶ月選挙するというデモ活動を呼びかけ、2万人を、 目標として賛同者を募り始める。告知のためウェブサイトを開設し、ツイッターや SNS サイトなどを通じて活動内容が広められていった。ラースン自身は当初は保守派によるティーパーティー運動に対抗する意図があったと述べている。ラースンはこの活動がアメリカだけでなく、チュニジアから始まった抗議活動が北アフリカに広まったアラブの春と同様。 世界中で起こるべきであり、また2011年8月に起こったイギリス暴動とは違う平和的な抗議活動にするべきという考えだとされる。9月17日、デモの趣旨に賛同する若者を中心とした1000人ほどの集団がウォール街においてウォール街を選挙せよスローガンにウォール街近くにあるズコッティ公園にて集会を行うウォール街を更新、また路上に座り込み、午後には アメリカ金融界を象徴するブルゾー周辺でデモを実施した。これに対してニューヨーク市警察はデモ隊を排除し抑え込みを図りバンクオブアメリカが入るビルに立ち入ろうとした2人が逮捕され顔が見えないマスクをつけていた4人組が逮捕されるなど19日までに7人が逮捕された。警察による規制もあり数百人程度の規模となったがデモそのものは持続した。 これに対し警察も参加者逮捕や催涙スプレーを使用するなど取り締まりを強化していった。9月24日からの週末には全米からデモ参加者が集結し、デモと無関係な者も,も含む80人が公務執行妨害などの容疑で逮捕された。9月30日には金融だけでなく警察や劣悪な労働環境を批判する者も,のも加わり数千人が集結。 また警官が取り締まりの際に催涙スプレーの一種である唐辛子スプレーを使用した映像がネットで流され、これを批判する抗議活動がマンハッタンの市警察本部前で行われ、約1000人が参加した。同日、ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグがデモに対する何らかの抑制措置を行うことを示唆した。9月下旬には次第にデモはウォール街にとどまらず、 アメリカ全土に飛び火していき、シカゴやサンフランシスコ、フィラデルフィアなどで座り込みが始まった。10月1日、ニューヨーク市内でもブルックリン橋で1500人がデモ行進を実施し、これが道路を塞いだとして約700人が逮捕、拘束され橋が一時閉鎖された。この日の逮捕者の大半は数時間後に釈放されている。10月2日には ロストンやロサンゼルスで金融機関の前で座り込みが行われた。アメリカ国内ではワシントン DC、フロリダ州、タンパやフィラデルフィア、シカゴ、シアトルなど全米に拡大した。11月になってもデモ活動は続き、11月14日にはカリフォルニア州オークランドで警察当局がデモ隊のテントを排除し30人を逮捕。デモの本拠地である ズコッティ公園の選挙も長引き、近隣住民が警察当局に対し強制排除を要望したこともあり、11月15日未明にデモ隊約200人を排除、70人を逮捕、テントなども排除した。こうした当局による取り締まりに加え、参加者が減少し、資金も先細りとなっていったこともあり、デモはほぼ沈静化した。2012年3月17日、 デモ開始半年を記念したデモが行われ数百人が参加。かつての本拠地であるズコッティ公園からマンハッタンを更新し、警察と衝突した数十人が逮捕された。2012年9月17日、デモ開始1年を記念したデモが行われ、約1000人が参加。治安混乱容疑などで100人以上が逮捕された。参加者は様々な政治的主張を持っており、 その中には、リベラル、無党派層、アナーキスト、社会主義者、リバタリアン、保守派、や、環境保護活動家が含まれている。デモ開始当初、参加者のほとんどはこれまでに、デモ活動を行ったことがない10代後半から20代後半の若者だとされていたが、抗議活動が拡大するのに伴って、様々な年代の人間が集まってきている。参加者の多くは、 ツイッターやフェイスブックといったソーシャルネットワークを通じてデモに関わっている。宗教的な信念も参加者それぞれによって異なる。組織及びデモの基盤参加者はズコッティ公園に寝袋を持ち込むなどして寝泊まりしながら株式市場の取引が始まる午前9時半、終了する午後4時にニューヨーク証券取引所の前をデモ更新し、 ダンボールで作ったプラカードを掲げなりものを響かせる。活動方針は、ゼネラルアセンブリを通じて抗議制による話し合いで決められ、また、ファシリテーター班、医療班、食料班、それにメディア班といった役割分担を行うなど、組織的な活動を行っていることも特徴の一つである。一連のデモへの参加者は2008年、アメリカ合衆国大統領選挙において、 バラクオバマを支持した層と重なると見られている。それだけに、こうしたデモが勃発し、批判の対象となったことは、オバマの再選戦略に大きく影を落とすと見られている。オバマ自身は、デモに対して理解を示し、自身の金融規制に取り組んできた実績をアピールしている。一方で、共和党からは、デモに対する批判の声があった。テキサス州知事で、 当時2012年、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党、有力候補であったリック・ペリーは、オバマの経済政策を批判しながらもこうしたデモ割に、かなっていない年、同じく有力候補で、マサチューセッツ州知事を務めたミッド・ロムニーは、こうした階級闘争に警鐘を鳴らした。同じく大統領選予備選候補であった、実業家のハーマン・ケインも、職がないなら、 自分を責めろと述べた。演説を行うナオミクライン。10月6日、教員、鉄道や看護師などの数多くの労働組合が支持と賛意を表明し、デモに参加している。アメリカ以外の都市へも国際行動デーとして現地時間の10月15日に同様の抗議活動を起こすよう呼びかけられた。呼びかけた主催サイトでは合計82の国と地域、 951都市に広がる見通しであるとした。また、北京市、上海市、南京市などで、デモが呼びかけられた中華人民共和国においては、警備が強化され、またインターネットの検索にも制限がかけられた。名誉毀損防止同盟は、デモ参加者が反ユダや主義的なスローガンやプラカードを、掲げていると批判している。ADL は公式サイト上で、 デモ参加者の発言やプラカードを紹介している。例えば、ユダヤ人は、世界で最も賢いや、辛さ。奴らはメディアをコントロールしているのさや、お前は金を稼いだ。それがお前が戦う理由なんだろう、ユダヤ人さんよ。お前は英語を話すことすらできないのか。お前は、イスラエル人か。イスラエルに帰りやがれといった、デモ参加者による差別発言があったり。 人類 vs ロスチャイルドという差別的なプラカードが掲げられていたとのことである。こうした背景にはゴールドマンサックスやリーマンブラザーズ、ロイターといった大企業の創始者がいずれもユダヤ人であることから来ている。ドキュメントがまとめられている。ありがとうございます。